こんにちは、ヨネッチです。今回はですね、前回、前々回とこのザ・ドラえもんズの紹介をしてきたんですが、今日はですね、ドラえもんズのですね、かつての敵であるあるキャラクターを紹介しようと思って動画を投稿しました。 えー、よろしければ言ってくださいはいで今回紹介する、えー、そのドラえもんズのキャラクターっていうのは、えー、彼ですね、えー、名前はですね怪盗、えー、ドラパンっていう名前なんですねはいえー、フランスで指名手配中の、えー、大泥棒だと、えー、いうことでですね、えー、映画ドラえもんのですね えー、ザ・ドラえもんズ、怪盗ドラパン、謎の挑戦状っていう映画にですね、えー、出てくる、えー、ドラえもんです。えー、1997年のこれ映画なんですね。えー、何年前でしょうかね。23年くらい前ですかね。はい。えー、今日はこのドラパンを紹介しようと思います。 えー、声優さんがですね、えー、あの、知る人ぞ知る、神谷明さんっていう人なんですけれども、知ってますかねもうめちゃめちゃ有名なんですね。筋肉マンとか、北斗の剣の剣士郎、シティハンターのサイバリオ、こち亀の中川。一番多分、あのー、有名じゃないですけれども、ピンとくるのが、 あの、名探偵コナンのモリ小五郎。あの、最初の、初期の。多分今変わってますよね、声優さんね。うん。神、まあ、明さんっていう方が、ね。あの、すごい声優陣のドラえもんズに対抗して、もうついにもうレジェンド中のレジェンドがこう戦いを挑んできたっていう、こうドラえもんズに戦いを挑んでくるんですね、ドラパンが。すごく熱いですよね。はい。えー、そんな、えー、 ドラパンなんですけれども、まあフランスで指名手配中の大泥棒ということで、まあモチーフは、あのー、言わずもがな、アルセーヌ・ルパンなんですね。ルパンで、ドラパンっていう。つでてですね、この、ドラパンが持ってるですね、このステッキ、名を、えー、キンキンステッキと言いましてですね、えー、前回の、前々回か、えー、動画で、えー、説明した、 えー、ドラえもんズが持ってる、親友テレカ。ね。あの、えー、前々回の動画をですね、あの、見ていただけると、えー、わかるんですけれども、えー、親友テレカっていう、えー、ドラえもんズが持ってるテレカ。まあ、チートを波の、えー、力を発揮する、えー、そのカードなんですけれども、 そのカードの力を、なんとですね、このステッキで跳ね返すことができるんですね。あの無敵の最強の親友テレカと。もうピンチになったらとりあえず親友テレカ。親友テレカ出しとけば負けることはない。っていうあの親友テレカの力を、このキンキンステッキって言って、あの、跳ね返すことができるんですね。で、この映画では、それを実際にやって、あの、親友テレカを使ったドラえもんズ、 を全員あの金色のブロンズ像に変えてしまったと、えー、最強のキャラクターなんですね、ドラパンっていうのは。えー、なんかでもちゃんと理屈があって、このステッキのこの先端のこの丸の部分、丸の部分が、あのなんか物体変換装置ってやつがこう、ついているらしくって、それでもって、なんかその親友テレカが効かないということらしいんですね。 変装を得意としててですね、あの、こう、あるじゃないですか。このげが、あの、こう、いっぱいあるんですけれども、あの、こう、固まっているように見えて、で、そのげの一本一本が自分の分身になるっていう、えー、な能力を持ってるんですね。で、このシルクハットは、えー、と、電磁波を取り除くことができる、えー、特殊な、えー、帽子であると。えー で、空も飛べるんですね。あの、後ろのマント、ちょっと暗くてわかんないんですけど、あの、マントあるんですけれども、それであの、えっ、ー、と、虫のようにこう、ブーンってこう、空を飛べるんですね。かなりハイスペックなドラえもんです。はい。あ、ちょっとこ今、ちょっと自分もびっくりしちゃったんですけど、これがあの、キンキンにされちゃったドラえもんですね。親友テレカーって言ってあっけなく跳ね返されちゃったドラえもんの図です。はい。 こんな風にのキンキンにされちゃうんですね。まあ、物語は結構そこから始まるんですけれども、まあ、たまたまキンキンにされなかったメンバーがドラえもんズの中にいて、えっ、ー、と、そのメンバーが他のキンキンになってしまったドラえもんた、ドラえもんズたちを救うために、こう、う往,往するというストーリーです。はい。で、このドラパン、えっ、ー、と、大好物がですね、あの、 カマンベールチーズ入りのドラ焼きという。果たしてそのドラ焼き、あんこがあった上でカマンベールチーズがあるのか、それともその、あの、生地の中にカマンベールがあるだけであんこは入ってないのかは謎なんですけれども、まあ、作中にあの、ドラ焼きはカマンベールチーズ入りに限るなって言って、こうやって食べるんですけどね。可愛いいですね。こんなかわいい一面もあるドラパンです。これは飛んでるところですね。こう、マントウが羽になって、 だなんか劇中では結構なんか虫のブーンっていう音がするんですけれどもあのブーンってこう言いながらこう飛ぶんですね笑い方もなんかなーはははってこう独特ではい割と明るいキャラですねクールキャラではないですね明るくてこうなんだろう割と破天荒なキャラクターですはいでこれはちょっと暗くてわかりづらいこう物語の終盤にあのまあいろいろあって あの、ドラえもんズと和解して、あのー、本当のその黒幕の敵と戦うときに、あのー、なんか、みんな合体しようって言って、合体した図なんですけれども、すごいですね、この合体の具合が。いろいろ突っ込みどころあると思うんですけれども、まあでも、まあ、ドラえもんだから、可愛いですね。突っ込みどころはあるんですが、ちゃ,あちゃっかりね、ドラえもんズの仲間になっちゃってるっていう。 そんなちょっと,ちゃっかりしたところも可愛いドラパンですこれはいろいろあってこの一番右にいるこのヒロインをこう助けるためにちょっとドラパンはいろいろ無茶をしてあのなんかドラえもんズ本当はあの倒したくなかったんだけどあの利用あのせざるを得ないみたいな状況に陥ってたんですがまああのそれも。 あの、いろいろ、話が進みつれて和解して、ドラメット3世と握手をするっていうシーンですね。はい。まあ、詳しくは、あのー、えー、本編を見ていただければと思うんですが、根、ね、っからの悪党じゃないわけですね。このドラパンも。えっ、ー、と、実はこう、義族の回答で、まあ、弱いものの味方なんですね。まあ、紐じくてパンを盗んでしまった子供をこう、助けたりとか、 まあ法律で取り締まれないなんか悪徳商法に騙されたなんか人のお金を取り返したりとかしてるらしいですね。貧しい人のためにあえて悪党を続けているという。はい。そんな、えー、ドラパンでした。すごく魅力的で、えー、やっぱりその悪役ってすごいやっぱかっこいいですよね。しかも悪役にこんなね、最終的にこんな顔されたらもう、えー、やっぱり 役映えますよねすごい、あの魅力的に映りますよね。やっぱり声もいいんですよね。この神谷さんの,の。毛利小五郎みたいにこう、ダミ声にはなってないんですけれども。すごいクールな声で。うん、すごく、えっ、ー、と、それもキャラクターのかっこよさを引き立たせてて、やっぱ声優さんってすごいですね。はい。 まあ、気になった方は、えー、怪盗ドラパン、謎の挑戦状っていう、えー、映画をですね、えー、DVD で、えー、見ていただければ、と思いますので、えー、気になった方、ぜひ、えー、見ていただければ、と思います。はい。今日は、えー、こんな感じで終わりたいと思います。よろしかったら、チャンネル登録、いいねの方、えー、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。